皆さんこんにちは。私は JC 会館建て替え準備会議議長を務めております公益社団法人日本青年会議所顧問の佐藤優也です。ここは東京永田町にほど近いところに立地している青年会議所会館、通称 JC 会館です。ここには事務局、会議室はもちろん、メンバーであれば誰でも利用できるスペースもあります。そして今この青年会議所会館の建て替えの議論が進んでいます。そこで今回のサマーコンファですね、JC 会館建て替えに関する説明会を説明会になります。まずは今この現会館の歴史を紐解くところから始めます。過去数年間でどのような議論がなされてきたのか、そして今どのようなプロジェクトが進行しているのかを皆様と共有をする時間を設けさせていただきます。すべてのメンバーの皆様に価値ある JC 会館の共に議論を進めてまいりましょう。この説明会、そして新しい JC 会館にどうかご期待ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。